特の理由はあ油脂成分分異、えー、異性性体分析並びに異性化触媒に化関すする研究であります、えー、クロマトグラフィー法を駆使してこれまで分離が困難であったグリセロシスの1異性体やカレトライドのシストランス異性体を明瞭に分離,分離できる技術を開発されましたそしてこれらの分析技術を用いて植物や食品中に存在する油脂成分の異性体象や存在比率を厳密に評価し 食品の調理や加工過程で起こる異性化反応のメカニズムを明らかにされました。また天然のカルテノイド、トランス型を効率的に質型へと変換する有機分子触媒を食材から見出し、カルテノイドの生体蓄積性がトランス型より質体型の方が高いことを明らかにされました。これらの研究成果はオリオサイエンス分野の分析、食品の科学と産業に 発展に大きく貢献するものとみなされ新奉賞がこの度授与されましたでは、えー、本田様よろしくお願いいたしますはい、過、えー、分なご紹介いただきありがとうございます明星大学の本田でございますこの度はこのような歴史のある学会で賞をいただきましたこと非常に光栄に思います審査いただきました委員の先生方また共同研究者の皆様にはこの場を借りまして厚く御礼申し上げます この賞を励みとしまして、今後も有科学に貢献できるように精進してまいりたいと思います。それでは早速、講演に移らせていただきます。画面共有させていただきます。はい、共有できておりますでしょうかあ。はい、それでは始めさせていただきます。 ご紹介いただきました油脂成分の異性体分析ならびに異性化、触媒に関する研究ということで特に天然色素のカロテノイドを中心に講演をさせていただきます講演内容はこちらのようになっておりましてまずは研究の背景から説明させていただきますこの学会では不要かもしれませんがまずカロテノイドについてご紹介させていただきます カロテノイドは非常に代表的な天然色素でして、これまで850種類以上が天然から単理、同定されております。代表的なものとしましては、トマトに含まれますリコピン、人参に含まれるベータカロテン、また、鮭やマスなどに含まれるアスタキサンチンなどがあり、いずれも非常に強力な抗酸化作用を示すということが知られております。それに起因しまして、さまざまな健康効果を示すことが知られており またカロテノイド、非常に鮮やかなカラーバリエーションを有しておりますので、健康食品や化粧品のみならず、食用色素、また動物飼料などの色揚げ剤として多様な用途を有しております。このカロテノイドですが、非常にユニークな物性、まあ、特性を持っております。こちらに示すリコピンの結晶のように非常に高い結晶性を有しており また水、油、有機溶媒など、その極性によらず、まあ、非常に溶解しにくいといった特性がございます。まあ、こういった物性ゆえに、非常に低いバイオアベラビリティ、また、抽出乳化、微粒子化などの低い加工の効率といったことが課題となっております。そこでわれわれは、このカロテノイドのシストランス異性化に注目いたしました。 一般的に天然のカロテノイドは一部例外もあるのですが、この二重結合すべてトランス体のオールトランス型として存在しております。一方で、我々の体内におきましては、この二重結合の一部あるいは複数箇所、これが脂水性化した脂質型のカロテノイドが豊富に存在しております。例えば、人の血中でリコピンやアスタキサンチンは、それぞれ50%、30%以上が脂質型として検出されるということが知られております。 近年、このトランストシスの体内吸収性、あるいは生理活性の異というのが非常に差があるということで注目を集めております。例えば、吸収性につきましては、リコピン、アスタキサンチン、ルテインにおきまして、動物試験、人試験などで吸収性が非常に高いということが明らかとなっております。一般的に生トマトからリコピンを摂取すると、吸収性10%程度と言われていますが、 脂質化したものを摂取しますと、8倍程度高くなるということが、論文で、一試験で報告されております。また、一部の報告では、トランスと脂質を比較すると、脂質の方が抗酸化作用、または抗がん作用などの生理活性が高い可能性があるということも示されております。ただ、生理活性に関する研究はまだほとんどされてい,ない,いませんので、今後の研究スポットが当たればいいなと思っている分野でございます。 われ我々はこういった生理活性以外にも、物性の際に注目した研究を行っております。こちら、XRD とセムノでカロテノイドの β カロテンの質型比率の異なるものを分析した結果になります。オールトランス型のカロテノイドは非常に強固な結晶を有しており、XRD も綺麗なピークが見えます。一方で脂質型比率を上げていくと、どんどん結晶性が低下していきまして、 最終的にはもうほぼ結晶がない、まあ、オイルのよう,ような状態になります。また、この結晶性に加えまして、溶解度につきましても、例えばこちら、ベータカロテンをエタノール、アセトン、ヘキサンに溶解したのですが、オールトランス型はいずれの溶媒にもあまり溶けなかったのですが、シス型比率を上げるに従い、あの数倍程度ではなくて、数百倍、数千倍といった程度、 溶解度が向上するということを確認いたしました。さらに、こちら実際に写真で見ていただくと分かりやすいと思うのですが、リコピンの脂質型比率を上げていきまして、実際にリコピンは溶解しないと言われているメタノール、こちらに溶かしたところ、脂水生体が高いと非常によく溶けると。 いうことが分かりましたトランス型より6000倍程度、溶解度が高いということが分かっております。こういった物性の差が吸収性の差に影響しているのではないかと考えられます、はいで。ここまで少しまとめますと、カロテノイドはトランスよりシスの方が吸収性や生理活性が高い可能性があるということと、物性が大きく異なるということ、まあ、こ,のこれらの点に着目しまして、えー 効率的な異性化方法の開発ですとか、物性変化を利用した加工効率の改善、またはカロテノイドの質型の価値創出といった研究を現在進めております。これらの研究を進めるにあたり、やはり大事なのが正確にカロテノイドの異性体を分析するということですので、まずは異性体の分析方法について、我々の取り組みにつきましてご紹介させていただきます。はい、カロテノイドはこちらリコピンですが、えー 分子内で多数の共役二重結合を有しまして、これらがあのまあ、曲がりやすい箇所等はあるのですが、任意の箇所で、えー、異性化反応を起こします、えー。リコピンの場合は理論的に70種類以上の異性体が存在するということが、えー、分かっております。で、これらをしっかりあの分析することがあのできているのかということで、えー、まあ、例えばアスタキサンチンにつきましては。えー 異性体を分けるときはおおよそ ODS カラムを用いて逆層 HPLC で行うのですが、過去の文献をいろいろ見てみますと、何かこう、ショルダーピークがあってうまく分かれていないような印象を受けました。ですので、われわれは今回、この異性体の分離能が優れる逆層ではなくて、順層分析を中心に、異性体の分析方法の開発を試みました。まずはリコピンについてです。 リコピンにつきましては、トリア・コンチルッキシュー就シ,シリカ C30 カロテノイドカラムというカラムを用いて、逆層 HPLC 法,法によって分析するというのが一般的な手法になります。ただ、この方法での分離を見てみますと、生体内にこのゴシス体というのが非常に多く含まれるのですが、トランス体とあまりこう良い分離が得られていない論文が非常に多いということが分かりました。 そこで、我々は純層モードで移動層、温度の最適化、カラムの長さの最適化を行い、明瞭に質体を逆層では見れることのできないようなピークの分離、あるいは NMR での同定に成功しております。特に逆層では分かりにくい5ス体とオールトランス体を明瞭に分析することができております。 また、アスタキサンチにつきましても、一般的には ODS カラムで分析が行われていますが、やはりこういったピークが分かれていなそうな論文が非常に多いので、こちらも純層モードで分析を最適していった結果、まだまだ私はこれは不十分だとは思っているのですが、逆層分析では分離できないようなピークを分離し、同定することができました。はい、以上、まとめますと。 基地の逆層 HPLC の方法では、カロテノイドの異性体の分析が困難である場合がございます。そこで今回、リコピンとアスターした基酸値につきましては、純層 HPLC の条件を最適化し、精密な分析方法の確立を行いました。一方で、ベータカロテンとルテインの異性体もさまざま分析してみたのですが、こちらに関しましては C30 カロテノイドカラムで十分に分離可能ということも明らかにしております。 でえー、よって、異性体を分析する際は、カロテノイズの種類によって分析モードを使い分ける必要があるということが、えー、最終的にそういった結論に達しております。はい、続きまして、カロテノイズの異性化メカニズムの解明になります。えー、我々はこれまで加熱光照射、マイクロ波照射、えー、触媒添加など、 さまざまな手法を検討してまいりました。今回は時間の兼ね合いから、加熱と触媒添加について、異性化メカニズムの解明試験をご演させていただきますで。カロテノイドの中でも、特にリコピンが非常に異性化がしやすいカロテノイドですので、リコピンを中心に技術確立を行いました。 で加熱につきましては、一番あの他の研究者もやられていて、最も報告の多い成果方法になります。今回、我々は一般的にカロテノイドの熱い性化有機溶媒にカロテノイドを溶かして行うのですが、有機溶媒の種類が及ぼす影響を調査いたしました。また次に、トマトペーストに少量の油を添加しますと、 熱異成果が顕著に進行するということを見出しまして、そこでも油の種類が異性化に及ぼす影響を調査いたしました。で3点目に工業化を見据えたフローリアクターを用いて、連続式の異性化が可能かということを実施いたしました。はい、でまず1点目の有機予媒中での異性化になります。 今回、アセトン、ヘキサン、ベンゼン、ジクロロメタン、クロロホルム、シエンタン、エッジブロモ、メタンなどの有機溶媒にリコピンを溶解しまして、4度あるいは5度で24時間インキュベーションを行いました。こういったハロゲン系溶媒を用いますと、4度でも、あるいはマイナス20度でも保管試験を行ったのですが、異性化が進行していくということを確認しております。一方で50度で加熱しますと、すべての 溶溶媒媒にについいいててお異性化が進行たたしましまですので、カロテノイドを脂質化させたくないといったときは、こういう溶媒に溶かすことは、まあ、あまりよろしくないということも分かっております、はいで。続きまして、トマトペーストの油への添加がリコピンのシ質化に及ぼす影響になります。 トマトペーストを油を1から10%添加して120度あるいは、120度30分、あるいは60分で加熱いたしました。もともとトマトペーストには10%程度、脂質体が含まれております。こちらに1%でも油を加えますと、顕著に脂質化が進行するということが分かりました。油を添加しないと全く異性化は進行しませんでした。この結果より えーまあ、リコピン、カロテノイドの異性化というのは、えー、何かこう媒体の存在が、えー必,須まあ、必要ということが、えー、示唆されました。でえー、こちらは、えー、油の種類、さまざまなあの食用油の種類を振りまして、えー、異性化比率を。えー 比較した結果ですが、5枚中でリコピンの異性化が非常に顕著に進むということを明らかにいたしました。こちらは後ほど説明いたしますが、5枚中に含まれるポリスルフィド類が原因成分だということが考えられます。はい、続きまして、工業化を見据えた連続式異性化方法の開発といったことで、こういったフローリアクターを構築しました。 リコピンを有機溶媒に溶解しまして、ポンプで吸い上げまして、加熱チャンバー、ここで熱意成果を行います。その後、ウォータータンクで溶媒を冷やしまして、排圧弁から出てきた液を回収するといった手法になります。温度、圧力、時間、あるいは抗酸化剤の添加などを検討した結果、リコピンにつきましては、わずか30秒でほとんど分解せずに、 質型比率を80%以上まで向上させることができました。こちらに関しましては、のカロテノイド、ベータカロテン、アスタキサンチンに関しましても、同様に効率的な異性化が可能ということを確認しております。はい、続きまして、触媒添加による方法です。加熱の方法はやはりあの非常に高い温度ですとか、長時間の加熱が必要になりますので、まあ、非加熱化でカロテノイドを異性化できないかということを考えました。 で過去の報告から、給電子性を有する化合物がカロテノイドの異性化を促進するという文献がございましたので、えーまあ、例えばクロロホルム、要素、塩化アルミニウムなのですが、まあ、こういった成分はあの食品に使うことができませんので、えー、食品添加物として認められている塩化鉄酸、こちらを用いてリコピンの異性化を試みました。反応温度は20度、反応時間は3時間になります。 こちらが結触媒な,なしの場合はほとんど異性化しませんでしたが塩化鉄酸を加えますとあの非常に効率よく異性化が進むということを確認しております一方であのこういった添加物を使うというのもやはりあの使用量に制限がありますし、まあ、好ましくない場合もございますのでさらにグリーンな方法として食材から 異性化成分が、えー、ないかということで食材から異性化成分の、えー、探索を行いました一般的にあのトマトジュースにはお,およそ10%脂肪、えー、のリコピンが含まれています一方であのトマトソースなど一般的なものは30%程度おそらく油の影響で異性化率が、えー、向上しているのかと思います ただ、ある食材にあ、あるトマト加工品につきましては、60%、70%程度、非常に高いあの異性化率を有しているトマト加工品がございました。これはおそらく、作業仮説としまして、この M 社のトマトスープには、リコピンの異性化を促進する何か食材、成分が含まれているのではないかと考えまして、こちらのような試験を実施いたしました。 トマトピューレにオリーブオイルを少量加えまして計131種類の食材これをそれぞれ添加し80度で1時間加熱しましてリコピンの異性化を促進する食材がないかという実験を行いましたこの試験によりまして異性化を促進する食材を明らかにしまたその原因成分を特定するということまで実施いたしました こちらはまず生野菜がリコピンの止水性化に及ぼす影響です。非常に興味深いことに、この緑のコントロールというのが、食材を加えずに油だけ添加して加熱した結果になりますが、ニンニクや玉ねぎブロッコリーなど、トマトと非常に相性のいい野菜がリコピンの異性化を非常に促進するということを明らかにいたしました。また、わさびや、まあ、セルバチコなど、はい、いろいろな食材が異性化を促進しておりました。 きのこにつきましては、生しいたけ、しいたけのみがリコピンの異性化を優位に促進しましたで。香辛料につきましては、やはりニンニク、玉ねぎが異性化を非常によく促進しまして、その他にもマカ、マスタード、クミンなどの食材が異性化を促進いたしました。で海藻につきましては、海藻は非常にあの異性化をよく進行しまして、特にマコンブは全食材の中で一番リコピンの異性化を促進しておりました。 その他、黒目、ガゴメ、昆布、粗め、ひじきなども異性化を促進しておりました。これらの結果から原因成分を推定いたしました。ニンニクや玉ねぎなどにはポリスルフィド化合物が多く含まれ、またキャベツなどにはイソチオシアネート類、また海藻にはヨウ素が豊富に含まれます。こういった成分の標準品を購入しまして、トマトピューレに、 こちらの濃度になるように添加しまして、熱異生化を行ったところ、これらの成分がすべて濃度依存的にリコピンの異性化を促進するということが分かったため、おそらくこれらの成分が異性化に寄与しているのではないかということが確認されました。実際に市場のトマト加工品を分析してみますと、まあ、あの大体10%程度、脂質体が含まれているのですが、 やはり油と玉ねぎ、にんにく同時に含まれていて加熱調理されているようなものは3割から4割近く異性化率が高いという結果になりました。さらに昆布を使っているものは非常に高い異性化率を有しておりました。先ほどの食材添加試験の裏付けの結果になるかと思います。こちらの成果は2019年の5月28日にサイエンティフィックレポートに掲載されたのですが、 非常にあのまあ偶然かとは思いますが、全く同じ日に玉ねぎがリコピンの異性化を促進するという論文がフードケミストリーから掲載されておりました。あの非常に驚きまして、やはりあの研究というのは非常にあの競争の世界なんだということをこの時非常に感じた次第であります。はい、以上、まとめますと今回、加熱と触媒について異性化方法を報告させていただきました。 食媒につきましては食品由来のポリスル、ヒド類、イソチオシアネート類などが異性化を促進するのですが、えー、ですので、やはりあのトマト料理をあの作る際はぜひ油とニンニクと玉ねぎこれを加えてよく加熱していただくと、まあ、美味しさだけではなくてリコピンの吸収という観点からも非常に良いと。 いう可能性がございますので、えー、ぜひあのご自宅であの試していいただければと思いますですのであのラタトゥイユですとかマルゲリータとかこういったものはあのリコピンの吸収の観点から非常にあの地中海料理です、ね、理にかなっているのではないかと思います続きまして止水性化による物性変化を利用したカロテノイド加工の効率化についてです カロテノイド加工につきまして、問題点として、やはりあのトランス型は非常に結晶性が高く、溶媒への溶解度が低いため、抽出乳化、微粒子化などの効率が悪いということが産業的に課題となっております。また、調理界二酸化炭素などのグリーンソルベントにも非常に溶きにくいということで、まあ、実装が難しい状況になっております。そこでカロテノイドの加工の前、または工程中で止水性化処理をしまして、 物性を、まあ、溶解度を上げて結晶性を低下させることで、まあ、こういった加工効率を向上できないかということを考えました。まず抽出についてですが、一般的にトランス型リッチな原料から有機溶媒でカロテノイドを抽出いたします。 やはりトランス型は溶媒に溶けにくいので、低抽出効率、また出来上がったカロテノイド素材は低いバイオアベラビリティというのが課題になるかと思います。そこでこの溶媒抽出前、または溶媒抽出中にカロテノイドのシス異性化工程を挟みまして、まあ、こういった加工・抽出の効率を上げ、さらには得られるカロテノイド素材をシス型立地にできないかと考えました。 こちら実際に行った試験になります。原料にトマトパルプのパウダーを用いました。熱位成果により、異生体の原料の抽出原料の異生体比率をこちらのように調整いたしました。この3つのサンプルからエタノール、酢酸エチル、超臨界二酸化炭素でそれぞれリコピンを抽出いたしました。エタノール抽出の結果と酢酸エチル抽出の結果を示します。 原料中のリコピンの脂質型比率が増えるに従いまして、抽出効率が顕著に向上するということが分かりました。特にエタノール抽出におきましては、エタノールにトランス体のリコピンは全くけほとんど溶けませんので、抽出されてくるものはほとんど脂質体になります。ですので、エタノール抽出で得られる抽出物というのは90%以上が脂質体のものが得られております。 調臨界二酸化炭素抽出におきましても、原料中の脂質化率が向上するにつれまして、回収率が非常に上がっていくということが分かりました。続きまして、乳化についてです。こちらは時間の関係から詳細割愛させていただきますが、こちら、リコピンのトランス型と脂質型を超臨界二酸化炭素を頻用媒として用いた微粒子化法によって、微粒子化した粒子の。 セム画像になりますトランスは結晶性が高いので結晶が大きくなってしまうのですが、シス型は結晶成長しないため非常に細かい粒子を得ることができております。また、入荷に関しましても入荷前にシス移生化処理を加えますと入荷効率自体が非常に高くなりまた得られる粒子入化物の粒子系も顕著に小さくなるということが観察されました。 ここまでまとめますと、カロテノイド加工の前または工程中で質型処理を行うことで、それらの効率が数倍といったレベルではなくて、数十倍あるいは100倍程度向上するということが分かりました。これらはカロテノイドの溶解度向上あるいは低結晶化という物性変化が原因と考えられます。最後に質型カロテノイドの価値創出になります。はい このシス型とトランス型カロテノイドの吸収性生理活性の際に関する研,修研究というのは、まだまだあの十分に行われておりません。例えば、シス型カロテノイドの方が吸収性がいいというのは、経口摂取しまして、その後の血中濃度で比較した例しかございませんでした。実際にカロテノイドはあの体内に蓄積するということが重要ですので、蓄積性の際、こちらについては研究されておりませんでしたので、 今回、報告させていただきます。また、あの生理活性や用途開発に関しましても、研究例ほとんどございません。今回はこの2点を実施しましたので、報告させていただきます。ラットへの経口投与、また、ニワトリへの経口投与、これが卵黄への蓄積量に及ぼす影響についてです。まず、ラットへの経口投与試験です。トランン、ン、ンン、ンストシス、スシリコピンベータタカロテテアスタキサンチンルテインを ラットに2週間投与しまして、さまざまな組織への蓄積性を確認いたしました。こちら図に示しておりますのは、アスタキサンチンの結果になりますが、大脳皮質はほとんど差がございませんでしたが、それ以外の組織につきましては、2倍から36倍蓄積量が高くなると、特にアスタキサンチンの蓄積が重要視されております皮膚ですとか、肺なども非常に蓄積量が高くなるということが分かりました。 そのほか、リコピンベータカロテン、ルテインにつきましても、脂、えーまあ、質体の方が、えー、優位に蓄積量が向上しました。リコピンにつきましては肝臓で約10倍、液、えー、学的な、えー、研究でいろいろと示されている前立腺がん、あ前立腺につきましても、えー、顕著に蓄積量が向上しました。 続きまして、産卵系のトランスシスのアスタキサンチンが卵黄への蓄積量に及ぼす影響になります。シス型比率をこのように熱意性化で調整いたしまして、ニワトリに経口投与、まあ、自由摂取させました。それでニワトリが産んだ卵のアスタキサンチン濃度、カラファンスコアを確認した結果になります。いずれもシス型比率が高いほど、 質型の比率に従って比例的にこうアスタキサンチン濃度、カラーハンスコアも上昇していくということが分かりました。こちら写真を見ていただくと非常に分かりやすいのですが、もうあの割った瞬間にあのシスの方が非常に色づきがいいということが分かっております。はい ここまでまとめますと、脂質型カロテノイドはトランス型よりも高い体内蓄積性を示しまた、飼料用途で用いた場合は卵黄では高い色揚げ効果を示しておりました。ですので、食品や動物飼料にカロテノイドを用いる際は脂質型の方が好ましいと言えるかと思います。私はあの 今、市場に流通しているカロテノイドはほとんどがトランス型のものですので、まだまだカロテノイドの真の効果というのは生体内で発揮されていないと思います。ですので、この止水成果技術、これがカロテノイドの本当の効果を、真の効果を発揮、体内で発揮させるための重要なツールになるのではないかと考えております。 今後,と今後の課題と展望といたしましてはあの、やはりより実用的かつ効率的な異性化方法の開発、または、えー、まだまだあの機能性研究が行われておりませんので、えー、価値開発研究、用途開発、または、あのス型カロテノイドというのは、えー、長期間保管しますと、えー、トランス型に戻ってしまいますので、えー、この戻らない技術の開発というのも今後、必要になってくるかと思います。はい 本課題は JST のステップの育成型に採択されて実施しています。現在、育成型というフェーズでして、今後2023年度以降は、企業様と共同で本格型のフェーズに移れれば幸いと思っております。本研究にご興味ございましたら、ご連絡いただきますと幸いです。最後に謝辞になります。 本研究を進めるにあたりまして、こちらの方々に多大なご指導、ご支援をいただきました。この場を借りて、厚くお礼申し上げます。特に分析科学に関しまして、その技術だけではなく、奥深さ、面白しさや、まあ、哲学につきましても、大変丁寧に指導いただきました板橋豊先生。 また高圧流体を用いた食品加工技術につきまして大変丁寧にご指導いただきました名古屋大学の後藤元信先生には深くお礼申し上げます。はい。以上になります。ご静聴ありがとうございました。はい。どうもありがとうございました。えではあのまだ少し時間がございます。あの皆様の方からごあの聴衆の皆様の方からご質問。はい。片山先生お願いします。 はい。あの、大変興味深い発表ありがとうございました。で、あの、じゃあ手短に質問しますけれども、あの、特にリコピンのようなものの場合は、えっ、ー、と、いろんなところで、いろんな二重結合のところがシス化するということで、その、シス化の条件だとか、あるいは仕方によって、えー、例えば、もの、異性体とか G、G シスとか、いろいろできると思うんですけども、えっ、ー、と、そういったところで、こう、物性が変わったりとか、あるいは機能的に、 何か比率が変わったりだとか、そういったところはなんか分かりますでしょうかあ。はい、ありがとうございます。そうですね、あのおっしゃる通り、例えば、加熱の異性化、熱異性化の場合は、13室、9室などがあの増えまして、光照射で異性化すると、この5位が曲がった5室体が増えます。で、あのそういうような機能性に関しましては、あの5室が抗酸化作用が高いという論文がいくつかあの出ております。 またの安定性に関しましては、えー、Q13 指数、あの熱意性化で生じたものは、あの長期保管によってトランスに戻ってしまうのですが、光によって生じた誤指数などは、まあ、戻りにくいということは、あの報告があのございます、はい。お答えになってますでしょうか。ありがとうございました。では、えー、竹本雄志、橋田様お願いします。あえっと、竹本雄志の畑です。 えっと、大変貴重な講演ありがとうございました、あのー、ごま油があの最もシスカを、はい、あの進めるというようなお話があったと思うんですけども使ったのごま油っていうのは焙煎したタイプなのかそうでないのかっていうのはお聞かせ願えないでしょうか、はい ありがとうございます。はい、あのこちらは、焙煎した御社の,あの5枚を使用させていただきました。大白の白いものはあの異性化を促進しませんでしたので、<あ>あの焙煎工程によって生じる、まあ、メラノイ人、あるいはあのポリするヒド類、こういったものが異性化を促進しているのだと思います。 えっと、焙煎することによって、弊社の方でも毎日そういう研究はしてまして、焙煎することによってあのセサモールっていう物質があ、はい、あの結構発生するっていう、あの抗酸化物質として、まあ、発生するっていうこともありますので、ちょっとそういった方も、ちょっとあの、えっとまあ、可能性があるのかなっていうふうにあの思いまして、大変。あはい はい、興味が出ました。まあ、ありがとうございます。あの実はあのセサモールの方はもう検討しておりまして異性化促進効果はないということをあのも、ー、う確認しております。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。えっとちょっと時間がなくなってまいりますので次を最後の質問とさせていただきたいと思います。えー、東北大学中川先生、よろしくお願いいたします。 はいいい東北大学中永です面白い発表ありがとうございました手短にお聞きしたいんですがオールトランスの例えばカロテノイドなどを摂取しますと逆にビタミン E が下がったりとかあるいはベタカロテンですと男女差で濃度差があるっていうようなことが知られてると思いますけれどもシス型カロテノイドの場合はその辺も挙動もトランス体と違ってきますでしょうか ありがとうございます。すみません、ちょっと二点目が、あのちょっとあの雑音があって聞こえなかったのですが、<laughs> 失礼ですベタータカロテンの、ね、は吸、い、収濃度は、男女差があるという、はい、男の人と性差があと言われていると思いますが、C、はい、型の場合はいかがでしょうか。はい、あはい、ありがとうございます。えっと、そうですね、あのその男女差におけるあの吸収性の際というのは、あのまだ、あの えー、検討できていないことと、論文を見ましても、そういったデータ、今のところはあのございません。はい、あとは、あのカロテのようなこを吸収することで、他の成分に影響がないかということで、よろしいでしょうか、はいはい。ビタミンが減るというところが、ちょっと、はい、オールトランスではあるかなと思っておりました、はい、あのそちらもすみません、私の方では現在、知見を持ち合わせておりませんので、あのはい、あの今後あの、検討させていただきたいと思います。 はいありがとうございましたすみません失礼いたしますはいえー、どうもありがとうございました、えー、本田先生どうもおめでとうございます <laughs>